ファンチューズデイ、ファンチー、アカネのチューチューチューズデイ。今週も始まりました、火曜日担当のファンチーとアカネです。よろしくお願いします。この番組は私アカネとフォンチーからの日頃の感謝の気持ちを込めて、ゆるっとシャキッと自由にチューチューチューと皆様の癒しと時にはためになるあれやこれ、思わずそのリップからチューチューチューと誰かに伝えたくなるような話題をお届けできる番組を目指してます。この番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エドプレスジャパンというのは、羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンで検索するとホームページから24時間動画を配信していますので、ぜひチェックしてみてください。チェックしてください、はい、そして昨年の4月からファンファンが月曜から金曜までの23時から23時半まで帯番組になっておりまして、うん、今年の3月で1年になろうとしております。ありがとうございます。ありがとうございます。月曜日はウェイウェイさんと渋谷真理子さん、火曜日は私アカネとフォンチ、はい、水曜日は桐村麻里さん、井上由香さん、木曜日がレノサトシさん、木村すばるさん、金曜日は池田彩さんと月替わりでゲスト MC をお迎えして進める番組となっております。ぜひ皆さん他の番組もチェックしてください。はい、ということでこの番組ではあなたからのリクエストメッセージもお待ちしております。宛先はファックス番号 03-5634-0792、 E メールは info@792fm.com、 E メールは info@792fm.com までです。お待ちしております。はい、そして私たちファンファンの番組問い合わせフォームもございます、はい、番組へのお問い合わせ、私たちの番組のね、うん、チューチュートークとかリクエストも待ってます、はい、うん、お願いします。http://ファンファン.com/リクエスト/、こちらが fan-fun.com/req-u-e-s-t/でお便りをお待ちしておりますので、ぜひお願いします。はい、ということで、はい、ね、街はバレンタインモード終わったけど、うちら勝手にまだバレンタインモードだよね。勝手にね、まだね、2月中はなんか ね、気持ち的に続くよね。はい、でも21日なんで、私は明日初日で、あーちゃんは私の次の週から本番なんですよね。そう、ちょうどもう28日から、そうか、初日か、おめでとう、ありがとう。先に言っとく。ね、まだ、チケット、ある、ね、ある、あるよ。きっとある。当日券とかもきっと出るから、うん、皆さん見に行ってください。うん、お願いします。ザ・レッド・ムーン・ライト。はい、新宿村ライブね。お願いします。はい、私も、うん、来週からは28日から3月5日まで、はい、サンモールスタジオっていうね、シアター、あの、サンモールの横よ。うんうん、シアターサンモールの近く、ね、そう、横のサンモールスタジオで、アカシックレコードクラシックっていうね、うんうん、ちょっと、ある意味、二役ぐらいやるような雰囲気のやつやりますので、ぜひ、ちょっとね、小劇場だから近くで顔見れると思うので、ぜひ見に来てください。お願いします。はい。ということで、今週も、チューチュートークのコーナーに行く前に、ここで一曲聴いてください。はい。AKB48 さんで、口移しのチョコレート。あ、エッチ。で、チョコレート口移し。はい、ということで、口移しのチョコレート。この曲はね、動画とかで見ると、振り付けもちょっとエッチなのよ。うん、っていうのが、うん、あの、私が SDN48 だった時に、うん、バレンタイン公演って時に、うん、この AKB さんの口移しのチョコレートみんなでカバーして、一曲歌って、したんだ。そう、歌って踊ってってやったのよ。そうなんだ。これ、歌詞聞いたらエロいの？振りもちょっと、エロ、だってタイトルがちょっとエロいもんね。口移しのチョコレートってさ。エロいっていうか、でも、ダンスをエロく踊るか踊らないかだと思う。あ、そうなんだ。その時は、なんか可愛いもんだと思って、多分みんな一生懸命、二十歳以上のお姉さんたちだったけど、うん、もうおばちゃんたちだったけど、うんうん、可愛く多分やってたんだけど、うん、その動画見たのよ。だから柏木由紀さんとかがめっちゃセクシーにやってたね。うんうん、あ、そうなんだ。なんかそれぐらいってすごい気になるね。そうそう。でも歌詞的にもやっぱさ、ちょっとさ、エッチな感じだもんね。え、ちょっと聞いてみよう、後で。いやー、素敵な曲や。結局。
いいね。うん、そっか。そうそう、姉妹グループだからね。そう、そんな思い出もありまして、今回は皆様にこの曲を聴いていただきました。いいね。可愛い曲でした。はーい。はい。チューチュートーク。長い。はい、さて、このコーナーは毎度事前に募集している聴取者の皆様のためになる、自分だけが知っているあんな話やこんな話、実はみんな知らないあんな話やこんな話を発表して語っていくコーナーでございます。明日のあなたも語る側になれちゃうかも。いや、なりましょう。なんですがね、最近はちょっとためになるというかね、まあ、テーマで募集してるんでちょっとずれてはいるんですけど、うん、今週もね、ちょっとバレンタインの思い出をいただいたので、はい、紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム渡辺さんからいただきました。ありがとうございます。バレンタインの思い出、遥か遠い昔、自分がまだ高校生だった頃の話です。当時自分はこっそりと学校で一番のヤンキー恵子ちゃん、友近さんにと付き合っていました。こっそりなんだ。こっそりなんだ。しかも友近さん、一番のヤンキーだからね。こっそりなのかな。すごいね。個人的にはあーちゃんの方が似てたと思うけど、怒られそうなので止めておきます。その怒られるっていうのは誰にかな。ポンチにかな。あ、そういうこと。誰にかな。どういう意味かな。恵子ちゃんは球技大会のバスケの試合中に対戦相手と殴り合いの喧嘩を始めるぐらい元気な女の子でした。やばいやばい、退場になっちゃうよ。そんなある日、自分は放課後に旧校舎の使っていない教室に呼び出されました。うん、呼び出した相手はなんと恵子ちゃんと冷戦状態のヤンキーグループのリーダーしんすけ。なんかヤンキーいっぱいいるんだな。すごいね。本名は忘れてしまいましたが、顔が引退したお笑いの大御所の荒かないそっくりだったのね。みんなからそう呼ばれていました。教室に入るとしんすけの子分に周りを囲まれると、無言でしんすけから可愛げな箱を渡されました。そう、バレンタインデーだったのです。家に帰って恐る恐る箱を開けてみると、全裸の女体像のホワイトチョコレートでした。全長25センチメートルくらい。その後そのチョコは恵子ちゃんに見つかり、誰からもらったのか問い詰められ、母からもらったと言い張りましたが、結果どうなったのかよく覚えていませんが、自分の中ではしんすけの全裸女体チョコが人生で最もインパクトが強かったですね。お二人はこんな変わったチョコを作ってみた、渡してみたって経験はありますか。はぁ、おもろ。てか、いろいろ突っ込みどころ満載じゃない。だってさ、一番のヤンキーの女の子とこっそり付き合ってたって、一番のヤンキーっていうのはまず有名だから絶対こっそりでもバレてるじゃん。そうだよね、絶対。絶対バレてるしさ、ね、その一番のヤンキーとそのしんすけ、しんすけは女の子なのにしんすけって呼ばれてたんだ ね。でも多分それナンバー2ぐらいってことでしょ、多分。そういうことだと思う、だって。冷戦ってことは、うん。ってことはヤンキーのナンバー1と2から好意を持たれてたっていうのは、ね、すごくない、それは。じゃあ本渡辺さんもやっぱりヤンキーだったのかな、学生の頃って思うよね、うん。でもさ、こっそりと付き合ってたってことはさ、意外にヤンキーの子っておとなしい子好きだったりするから、うん、もしかしたらおとなしかったのかもしれない。分かんないけど、そうなんだ。でも絶対こっそりじゃないよね、それこそね。ヤンキー同士だったらこっそりじゃないんじゃない。だよね、それは。やっぱり絶対バレてると思う。写真とか見たい。分かんないけど、あれじゃないよ、それさ、女体像って言うんじゃない。あ、女体像、女体、多分女体、女体像。でも白の、うん、25センチってすごい。ていうか、そのさ、やっぱさ、すごい、ね、ヤンキーのその2番、しんすけさん、ヤンキーさんってやっぱり少しさ、うん、変わってるじゃん。だからなのかな、なんでその白の全裸の女の子のそんな大きいチョコレートを選んだの。そんなの売ってるんだね。買う人いるんだね。その渡辺さんがそういうの好きそうに見えちゃったのかもしれない。でもすごくない？モテてたってことでしょ。うん、モテてるんだろうね。モテてたんだろうね、きっと学生の頃は。だってヤンキーから好かれるって相当じゃない？すごいよね。え、そのでもさ、ちょっとさ、また話が戻るけど、その女体のホワイトチョコレートをさ、どうやって食べたんだろうね。どっから食べるんだろう。やっぱ頭から。え、頭からなの？男の子だよ。だって全裸だよ、男の子だよ。まず見つめるじゃん。え、絶対あれだよね、バービー人形的なことだよね。もうでも25センチだから、とりあえずまず立てるじゃん、うん、バービー人形、うん、でちょっとしばらくその像を見つめるわけじゃん。それこそそういうフィギュアオタクみたいなことなんていうか、写真とか、うん、うん、もしかしたら写真撮ってるかもしれないじゃん、うん、バシャって記念に、うん、したらやっぱそんなお胸からはいけないじゃん、きっと。かじんのかな、なめんのかな。いやー
かじるのもなんかさ、でもちょっと舐めちゃうかもしんないよね、男の子だったら。でもだからやっぱりインパクト強いんだって。だってインパクト大って言ってるしね。そうだね、おもろえ、ちょっと聞きたいね、食べたのか、ま、かじったのか舐めたかでまず聞きたいじゃん、うん、でもまあでも、まあ、まず眺めて。チータンはなんかさ、うん、変なチョコあげたことある？変なチョコって、ね、多分行ったことあるけど本命あげたことがないよね。あ、てかお菓子作りをしないからまず、うん、なんかごめんなさい、あんまりいい楽しい お話ができない。え、でもなんか変なチョコ買ったとかないの？変なチョコ、変なチョコはやっぱシャレオツなチョコ買っちゃうよね最近とか。でもあれだな、なんかやっぱ動物、ゴリラとかゾウのやつを、ね、東急ハンズかどっかで買って小学校の時友達にあげた気がする。あとお父さんにゴルフボールのチョコとか。で私はあれだな、やっぱ何回か話したけど、うん、あの好きな小学校の時好きだった男の子に全部チョコを溶かして自分でアルミホイルかなんかでハートの型、ハートの箱、うんうん、チョコでハートの箱を作ってその中にチョコを入れてあげた。チョコでハートの箱を作ってさらにチョコ、チョコのハートの箱の中にチョコ、チョコ、チョコじゃん。そう、蓋がついてて、蓋に大輝へって書いて、名前言っちゃった。大輝くん、大輝くん聞いてるかな。大輝くんが好きだったんだけど、小学校の時、うん、うん、でね、そうそう、でそんでさ、チョコレートを削ってた。今なんか電子レンジでピャッてやればいいの知ってるけどさ、すぐできるもんね。ちっちゃい時はさ、あの削るやつで、湯煎ね、そう、違う違う、湯煎の前にさ、なんていうの、スライサー、スライサーで一生懸命削ってて、うんうん、一緒に中指の爪と皮膚も削っちゃった。あ、それ言ってたね。で、なんか入れたままにしてたかもしれないっていう話でしょ。そう。これでもなんか、ちょ、この間チューチュートークで喋ったんだけど、なんだっけ、喋ってた。そう。言ってた。そう。まあ今じゃ平気そうだけど、うん、っていうね、思い出かな。恐怖だよね。もう、だってね、うん、大輝くんもしかしたらさ、変なチョコっていうことで言ったらそうかもしれない。中指の爪とか食べてる。やばいやばい、それやばい。大輝くん生きてるかな。生きてる、生きてる、生きてますよ。生きてるかなってダメだよそんなもん。でも世の中の、はい、なんかそういう女子の怖いバレンタインとかありそうだよ、うん、でも怖い、確かにありそう。なんかさ、あるでしょ絶対。自分の唾液入れる人とかいそうじゃない。なんかそういう近い話とかよく聞くから。怖い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 。そういうの聞くと女子って恐怖だなって思う。でもやっぱさ、自分で料理してる時ってさ、味見するのにさ、うん、お玉とかスプーンでさ味見したりするじゃん、うんうんうん、でピャピャって。でも自分で食べる分には結構みんなやったりするし、うんうん、いいけどさ、人にあげるものもさ、その癖でさ、こうペロって味見してそのスプーンで混ぜるとかしちゃうってあるんだろうね。だってさ、手作りって何がどういう過程で。だから手作り無理っていう人いるよね、やっぱね。いるいるいる。だっておにぎりだってさ、人が握ったもの無理っていう人もいるじゃん。あ、そうだね。いやせっかくさ、ハッピーな話が全部そのホラーみたいな。まあまあでもね、あの気持ちが大事ですから、うんうんうん、あのもしね、そういう手作り苦手な方も、もしいただいた時は手作り俺無理とかやったらすごくショックなので。そうだよ、でも一生懸命いただくだけいただいて、うん、あとはこうこっそりね、処分するならわかんないけど、ね、それは仕方がない。そういう自分のね、自分の信念、ね、衛生的な信念だから。そうだね、うん、でも気持ちはこもってるからね、女子的には。はい、うん。ちょっと恐怖になっちゃったけど、うんうん、はい、バレンタインはハッピーということで、はい、以上チューチュートークでした。ここで CM です。まさかのラジオで食レポズンチャカズンチャカ。あ、いいよいいよ、使って使って。はい、ね、うん、はい、ということでですね、うんうん、あのまだ新しいこのコーナーでございます。はい、どっかしらで買ってきた商品を勝手に食レポするというコーナーです。勝手にね、頼まれてもないのに、はい、はい、でも食レポが得意なわけでも何でもございません。ございません。はい、ですがやってます。でもね、美味しいアップルティーに美味しいコーヒーゼリーに溶きまして、うん、そうですね。じゃあ今日は、今回は2回連続フォンチーから行ってたんですけど、うん、今日は私で行ってみようと思います。来た来た、楽しみ。あんちゃんの食レポできるかな。できるできる。ちょっとやってみるね。じゃあ、うん、じゃあ今日は、うん、早速食レポあーちゃんで、はい、行きたいと思います。はい、今日は何の商品ですか。ジャージー牛乳プリンです。あ、もう名前からして美味しそう。はい、
こちらがですね、ちょっとまず蓋が和紙のような素材でできてまして、大変リーズナブルでありながら、とてもなんかリッチなね、雰囲気を漂わせておりまして、そういう素敵な気分になれると思います。あ、いいじゃん。はい、いいじゃん。そしてこのちょっとシールはちょっと剥がしにくいですが、これをちょっとよし開けます。はい。あ、その前に。うん。このコンビニでもらったスプーンを開けます。聞かせるところからね、よし、じゃあ開けます。いいよ、音がいいね。ただのセロハンじゃない音がしますか。うんうんうん、和紙な感じがするよ、はい。そしてこれがジャージー牛乳プリンと言いましても副題がついておりまして、クリームのせジャージー牛乳プリンという題名でございますので、いい、ね、クリーム、はぁ、もうプルンプルンしてます。トロットロのそのクリームがですね、プリンの上で踊っております。はぁ、それではこの踊っていますクリームと一緒にいただいてみたいと思います。はい。え、本当にこれね、飲み物みたいにプリンプリンしてる。いきます。プリンプリンしてる。あ、もうトゥルンとスプーンが入りまして、白いです。クリームも白ければプリンも白いです。いただきます。あ、いいよ、音ね。うん。あ、いや、エロい。いや、エロい。甘い。甘い、来ました。久しぶりにミルクプリン食べたけど、うん、美味しい。美味しい。それはミルクプリンっていうか、それはジャージーなだけあるわ。でも、ジャージー、これは、ジャージーって言うと、ただただ濃厚みたいなイメージあるじゃないですか。じゃなくて、爽やかでいて、それでいて、なんて言うんだろう、えぐみのないというか、爽やかなジャージーさ、がございます。もう一口いきますね。ほんと？あー、美味しい。美味しい。ちょっとね、ミルキー食べてるぐらい。あー、ミルキーね。ミルキーの味してる。ね、うん。あ、これ美味しいわ。うん。でもやっぱね、爽やかだけどコクもある。あ、柔らかい。あ、クリーム、ちょっと、クリームでも、クリームもクリーミーだし、プリンもミルキーだから、ちょっとクリームなのかミルクどっち食べてんのかちょっとわかんなくなっちゃうけど、とにかく美味しいんですよ。はい、美味しいです。はい、そこまでえ、食べる？いや、いいよ。途中まですごい良かった。途中まで、うん、想像できる。うん、でもね、これね、うん、私が今やってるあのグループのチックガールズっていうののメンバーの子が、その、このラジオで食レポやってるんですよねって聞いてってくれてるみたいで、嬉しい。私おすすめがあるんですとかって、教えてくれたのがこのプリンで、ちょっと早速食べてみようと思って。でも本当に美味しい。ちょっと食べます？あ、食べていいですか？はい、え、何？私は普通に食べていいの？え、もしかして食レポ付き？でもさ、どっちにしろ食べたら感想って出てくるじゃない。でも本当に美味しいから多分自然と感想が出てくると思うんだ。うんうんうん、うん、いいよ食べて。いい、今匂いか、あ、匂い嗅ぎ忘れた。そうそうそう、香りをね、そう忘れてたわ。匂いとか嗅いじゃうから、匂いフェチだから私。勉強になる、勉強になる。あー、いいね。するの匂い。いい匂い、このミルクのいい匂い。あ、するね。真っ白、牛乳の匂いするわ。そうだね。この、え、蓋も見とく？この和紙みたいなやつ。うん、蓋は大丈夫。あ、大丈夫。もうボロボロなってる。あ、いい。匂いがね、もう。そんなに匂い？めっちゃ入ってる。私、匂いフェチだから。じゃあ、早速。はい。いただきたいと思います。あ、ほんとだ。プリンってやっぱ黄色なイメージなんだけど、うん、白って初めて見た。真っ白白でしょ。これ、いいね。もう全部白い。もう、ホワイト。いただきます。あ、やばい、めっちゃとろける。うん、こうなんか吸うとき早く吸いたすぎて思わずマイクにクリームつけちゃったぐらい。ダメじゃん。え、ちゃんと拭きました、ね、あ、そうなの。え、てかもう、うん、噛む前にとろけてなくなる。もう舌からいなくなっちゃう、勝手に。あー、そこら辺のプリンよりも、うん、さらに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 まろやかって感じね。もうね、勝手に入ってく。あの、喉の奥に。確かに。喉の奥通ってって、今、あ、今、胃に到着したよ。うん。今、胃に到着した。あ、もうすごい。あ、もうね、消えてなくなりそう。なんか本当に、ふわふわすぎて、うん。
こういうお布団が欲しい。伝わるかな、この柔らかさ。こういう布団があったら飛び込みたいぐらい。まあね、うん、もう白くて美味しい、うん、とろけそうです。いいじゃん。なんかさ、今わかった、ちーたんなんかさ、うん、ドヤ顔で勢いつけて言った方が、うん、それっぽく聞こえんのかな。うん、そうだよ。言ってることがさ、ちんぷんかんぷんでもさ、その方がさ、そうだよ、もう自分が言ってることが世界で一番正しいと思って。しかも、あの、聞いてくださって皆さんわかんないと思うけど、私は一生懸命、ジャージープリンを見つつ、時々チータンに投げかけて喋ってんだけど、うん、チータン基本、うん、めっちゃ私の目を見て語ってくるのね、全部。目で訴えるってやつ。めっちゃ訴えてくる。うんって言って、みたいな。だから私も、うんうん、そうだよね、とかめっちゃ喋っちゃう。チータンが食レポしてる。あーちゃんがカメラみたいな感じで、テレビで言う。あ、うん、そうだね。めっちゃカメラに訴えかけるみたいな。そんな感じ。あの、もう、視聴者の方に訴えかけるみたいな。でもこれで言うと、聴取者の皆さんに訴えかける感じ。うん。もう、こう、ラジオの向こう側にいる人が、うん、ってなっちゃうぐらい。そうだね。そう。まあね、だいたい 120% やって 100% やと伝わるって言うからね。ちなみに私、うん、普段あんまりプリン食べないんですけど、うんうんうん、これだったら食べれる。おお、美味しい。お、いいの紹介してくれてありがとうございます。よかった、また買っちゃうかも。ということで、はい、まさかのラジオで食レポでした。フォンチーこれってー、はーい、イエーイ、久しぶりに帰ってきましたよ。皆さんお待たせしました。このコーナーは私発案のものでございまして、単純明快、超単純明快、フォンチに言ってほしいあんなセリフやこんなセリフを毎回私が考えてきて、ぶっつけ本番でフォンチに言ってもらうだけです。はいはい、ということでね、皆さん来た、お待たせしました。久しぶりにお題いきますよ。いいですか。はい、いきます。まずは私が棒読み。バナナブリュレって知ってる？バナナに甘い蜜をかけてカピカピに固めてあるの。パリって割って口に入れるとカリカリ食感とバナナのヌメヌメでもう最高。私はね、しばらく口の中でコロコロ転がして楽しむんだ。はい。よく思いつく。でもバナナブリュレってさ、うん、こうじゃない？ブリュレさ。まあそうだね、うん。美味しいもんね、あれは確かに。うん、ということでいいですか。もうすべて本チにかかってますからね。はい。みんな期待して、もう久しぶりでずっと待ってたんだから、みんな。そうね、確かに久しぶりだね。そうよ。毎回ないと文句言われるもんだって。うん、じゃあ行きますよ。はい。3、2、1、9。バナナブリュレって知ってる？バナナに甘い蜜をかけてカピカピに固めてあるの。パリって割って口に入れるとカリカリ食感。ヌメヌメでもう成功。私はね、しばらく口の中でコロコロ転がして楽しむんだ。今日なんかさ、アニメの一節みたいじゃなかった？どうだどうだ。素晴らしい。きっとあかねちゃんから合格点もらえると思って。合格。イエーイ。なんかカピカピとか、うん、ヌメヌメとか、ちょっと分かってきた。なんかエロい、なんかセクシー、エロいというよりはなんかそういうアニメ的なエロさがあったね。そうね、それイメージして。はい。ということで、以上。久しぶりでございました。フォンチこれ言ってのコーナーでした。ここで2曲目聞いてください。ちょっとまたバレンタインデーみたいな曲なんですけど、はい、Perfume さんで、チョコレートディスコ。いいね、楽しかったね。うん。はい、ということでね、今週来週は二人ともフォンチもアカネも舞台週間でございます。うん、ぜひぜひ皆様、舞台は生もの一回しかございません。ほんとそれ。はい、見に来てください。お願いします。はい、ということで、あっという間に今日も終わりの時間でございます。はい、この番組ではあなたからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。宛先は、ファックス番号 03-5634-0792。E メールは info@792fm.com。 E メールは
info@792fm.com までです。お待ちしております。そして私たちファンファンの番組問い合わせフォームもございます、はい、番組へのお問い合わせリクエストなどはhttp://fanfan.com/request/fan-fun.com/req-u-e-s-t/でもお便り待っております。お願いします。ということでファンファンチューズデイフォンチーアカネのチューチューチューズデイ、ここまではのお相手は私フォンチーとアカネでした。またね。カミカミやなポンチ。バナナビュルで夢を見た寝ぼけまなこに覚えてるのは何。お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等周波数 79.2MHz レインボータウン FM 大江戸放送局です。この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。